웰컴 투 파 채널. 本日もこのお時間となりました。ファーチャンネル本日もスタートしたいと思います。本日司会を務めさせていただきますもふくちゃんと申します。今夜はよろしくお願いいたします。また本日はですね、なんとあの大人気大沸騰中のブランドジェニーファックスのですね新作ということで、皆さん本当に楽しみですね。それでは早速ですが、ジェニーファックスのデザイナーのシュエ・ジェンファンさんにご登場いただきます。拍手でお迎えください。はい、はい、ジェンファンです。また本日はですね、特別に通訳の坂部さんにもいらしていただいております。本日は、通訳としてね、はい、坂部さんにちょっと登場していただいております。はい、どうですか今日は気分は。ちょっと私の影に隠れないでもう少し前に出て、はい、どうですか、緊張してますか、はい、楽しみですね。それでは本日はですね、他にもなんと素晴らしいゲストを、お呼びしたいと思います。まず1人目、学者の江本慎吾さんです。江本さんは東京大学大学院にて物理学の研究を行い、博士号を取得。関心の対象は科学と芸術の身体、生命と心の普遍性について。寺子屋ノスにて講座物理とはを開講しているほか、折に触れて能楽師の安田昇さん、落語家の立川吉祥さん、独立研究者の森田正夫さんなど各方面との共同講座を実施。現在はファッション塾、個々の学校にも特別講師として関わっておられます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。そしてもう一方、バイヤーの湯沢由紀子さんにお越しいただいております。湯沢さんは大学を卒業後百貨店に就職し、入社3年目にショップマスターに就任。売上を3倍に上げる。その後婦人雑貨や婦人服飾のバイヤーなどの仕事を経験。と仏後出商社勤務を経てアシュペイフランスに入社し、現在東京と大阪に店舗を構えるコンセントアシュペイフランスをスタート。パリを拠点に世界の展示会を回り、その鋭い感性で旬のセレクトを展開しておられます。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速ではありますが、商品のご紹介に参りたいと思います。それでは第1点目お願いします。まず1点目はワーカープリンセス、そしてこちらはレイディーワーカーとなっております。チャーミングな商品名のこちらはライトブルーとワインの2色展開。こちら作業着みたいな雰囲気がとてもクールなんですけれども、プリンセスのようなラインストーン、こちらのラインストーンじゃないですね、これグリッター、グリッターが非常に、可愛らしい一着となっております。こちらはですね、こちらも作業着風の雰囲気ではございますが、決してカジュアルになりすぎず、グリーンとライトピンクという明るい2色の展開で春にぴったりのワンピースとなっております。こちらですね、よく見ますと肩のあたりにですね、可愛らしいこれレースというんですかね、はい、装飾ギャザーですか、ギャザーの装飾がなされておりまして、非常に、カジュアルすぎずエレガントな雰囲気となっております。こちらは、ジェンファンさん、どういうようなイメージで作られたんですか。やばい、他の人喋っていい。そうですね。それではこちらは、非常に、ね、トレンドにも詳しい湯沢さん、いかがですか。本当に今までのジェンファンです、割とこう本当にキュートな丸いラインが結構多かったと思うんですけど、すごくもう本当にストレートなラインで、なんかもう新しいステップっていう感じだと思います。とても肩 このギャザーというかシャイリングが可愛いなと。後ろもちょっとぜひ見てください。とてもこれスリットでファスナーが開くっていう感じですよね。あ、そうなんですか。これは どういう着こなしをイメージされたんですか。これはなんか中野の商店会の下は古着屋さんあって、
で私あのなんか似てるのワンピース買ったんですよ、うん、ですごい好きで、でだからこれはもう一回なんかもうちょっと自分のテイストでコレクション入れたいで、なんかあの再現をしたんですけど、となんか今モデル細いだからこれはピン止めてたんですけど、あの、はい、なんかこのなんか、ひし形じゃ見えるように、はい、なんか自分買ってたのワンピースすごい細すぎて入らなかったんですよ、だからパッチワーク入れてて、だからこれも同じの感じで作りました。なるほど、はい、細すぎて入らなかったことへの恨みがこの辺りに込められているという感じですかね。なるほどなるほど、非常に素敵なワンピースですね。はい、江本さん、あの感想などいかがでしょうか。質問でも大丈夫ですよ。あ、すごいあの肩の辺が特徴的だなと思って、はい、これがファッションの世界だとよくある加工の仕方なんですけど、ね、通訳どうですか。まあ、そんなに特別多いとは思えなくて、まあ、この技術はたくさんあるんですけど、肩に使うってことはあまりなかったりとか、もうちょっとエレガントなものに使うことが多いですね。なのでワークウェアに使うことはあまりなかったと思います。僕のその一見した初めて見た時の印象っていうのはすごいジェンファンの服にしてはすごい全体的にシンプルなイメージがあって、でもここだけすごく複雑な感じがしていて、でなんかその多細胞生物っていうものが生まれた時に初めはすごくシート状に広がってたんですよ、うん、でもシート状に広がってた細胞生物の一部がちょっとボコってへこんじゃって、うん、そこになんか食べ物とかを蓄えておけるようになって、だんだんその蓄えるところが増えていって最終的には丸く囲っちゃって、その内と外を分けるように生物が分かれていったみたいな、そうやって初めて自分っていうものができたっていう、その多細胞生物にとっての自分の誕生っていうのがあるんですけど、なんかそのここら辺のスッとしたラインのところからこういったなんかデコボコしたあたりっていうのがすごくその多細胞生物の進化の感じ、なるほど、思わせてくれました。非常に深遠なメッセージがこのあたりに込められているということですね。素晴らしいデザインですね。こちらの、お値段はですね、こちら希望小売価格58,000円、両方とも58,000円となっております。はい、安い、すごい安いですね。お得です。それでは次の商品に行きたいと思います。しかし確かにこう作業、ただの作業着というよりかはかなりこの辺のデザインが複雑になっていて、まさか中野の作業着からイメージがね湧いてるとは思わないようにまあ生放送ならではのハプニングがですね行われておりますけれども、ジェファン、これはやっぱり中野とかで普段ショッピングしてる時にアイデア思いついたりするんですか。そうですね。通訳の方、今なんて、なんて順番言いました。そうですね、中野で結構インスパイアすることは多いらしくて、はい、あ、なるほど、まあ、普段中野での生活、はい、そして彼女の憧れとかエレガントなものをいつの間にかドッキングさせていくっていうのは、あの本人的にはよくあるデザイン。なるほどなるほど、そんなこと言ってましたかね。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の商品がやってまいりました。次はですね、今シーズン、はい、今シーズン初めてとなりますこちらのレイディインフューチャーという靴と、ティファニースニーカーというこちらの白の靴の、2種類ございますね。こちらのレイディインフューチャーは、色展開がメタリックオレンジ、こちらメタリックオレンジと、メタリックライムグリーンの2色展開となっております。こちらの白のスニーカーの方も、オーロラとシルバーの2色展開となっておりますね。こちらはどちらのお色になるんですか。オーロラのカラーとなっております。こちらはですね、こちらよく見るとですね、ヒールがこれぐらい、ちょうど程よいぐらいのねヒールがついておりまして、カジュアルにもよそ行きにも使えて非常に、便利になるんじゃないかなと思います。こちら春先から、夏まで長いこと履けるんではないかなと思うんですが、こちらはどういうイメージで作られましたか。基本は頑張ってなんか自分着れるのものを作りたくて、はい、でヒール高い貼れないだからなんか、うん、あのちょっと短いのやつ作ったんですけど、はい、前細すぎて、でも最後やっぱり自分も入らなかったなるほど、はい、はい、でも色とかすごいなんかあのちょっとなんかフューチャーの感じで考えてて、はい、
あ、なるほど。このメタリックな色合いが、なるほど、フューチャーイメージされてるんですね。こういうメタリックとかってどうですか、トレンドですね。まさしくもうリュレックスとかメタリックとかもうパイエットとかもう一大トレンドなので、まさしくそういう感じですし、ヒールもプレクシグラスで透明感があってすごく素敵だと思います。そうですね、はいはい、こちらいかがですか、スニーカーも。あ、いや透明ですそうですね、なんかジェファンの服って結構浮き上がりそうな軽やかな感じですよね、うん、こちらスニーカーですけど、すね、はい、ビーズがついていて、そのまま飛びそうな感じ、はい、結構重力から解放されていきそうな感じの、非常に軽いですし、こちらの横にもですねメッシュが入っておりますね、うん、はい、でこちらでもスニーカーですけれども、非常にこう豪華なビーズがついておりまして、ただのねカジュアルじゃないぞという感じがしますが、このビーズはどういうこだわりでこれはですね、まあもちろんスニーカーそのものにもいろいろなあのスパンコールがついて、はい、ラメがついてるんですけど、心にねラメがついてて非常に可愛いです。あと一歩あの装飾として立体的なものがついた方が、はい、まあ、スニーカーにはあまりつけないようなジュエリーみたいなものがつくことによって、 そこがすんなりとエレガントにも見えるような印象になるっていうことを伝えたい。なるほど、なるほど、はい、非常にこちらですね履きやすそうな2足なんですけれども、お値段の方は、こちらのレディーインフューチャー、こちらのサンダルですね、こちらが、希望小売価格22,800円、そしてこちらのティファニースニーカーの方は希望小売価格28,000円となっております。非常にねこの夏お求めやすい価格で、こういう軽やかな靴が手に入るのでお得なんじゃないでしょうか。はい、それでは次の商品お願いいたします。これでもなかなかジェニーワークスの靴っていうのは珍しいですよね。そうですね、はい、すごくあの可愛い、そうですね、欲しいです、ね、そのままジェンファーに、はい、次のコーディネートが来ましたけれども、あ、可愛いという声が出てます、素敵ですねはい、こちらはですね、こちらのジャンパースカートの方は、マウススクール、こちらの中に着ておりますシャツの方が、マウスミッドエレガントという商品となっております、はい、こちらはですね、そのシャツの方はそのチャーミングな名前の通りエレガントなシャツなんですけれども、こちらのですね襟の部分にネズミがついております。このジェニーファックスの醍醐味であるこの遊び心が現れているこのシャツはもう本当に春の主役になりそうな雰囲気ですね。でまたこちらの、ジャンパースカートの方はジェニーファックスの最初のコレクションからもね非常に印象的なスクールガール風のジャンパースカートですけれども、こちらにも、胸の下のあたりにですねネズミがあしらわれております。ですがこの私、ジェンファンになんで、ね、ネズミなのかと事前に聞いたところ、自分が一番嫌いなものがネズミだということで、なぜかこの自分の一番嫌いなネズミをデザインしたということなんですけれども、それは何か理由があってのことなんですよね。ね、なんかいつもなんか、ね、ネガティブ の, なんかあの記憶とかなんかからあのデザインは生まれたでだからなんか今回正直すごい長くの時間帯はあのなんかやりたいのがあまりなかったで、うん、やりたいことがなかった。でなんかじゃあやっぱり一番嫌いなものはなんかちょっとリサーチして、でなんか奇跡エキサイトエキサイティングなものを求めた。あ、なるほど。奇跡じゃない。エキサイティングなるほど、はい、あ。嫌いなものをあしらうことによって逆にこうエキサイトさせるっていう自分を。そうなんかネズミすごいあのなんだっけすごいあの毛生えてるじゃないですか。はい。でなんか毛生えてるけど、でも尻尾だけは何もないんですよ。うんうんうん、なんかあのこれですね。そうすごいなんか、はい、あの。自分的に納得できないでだからあのでだからなんかテールの部分ちょっとデザインしてて、でなんかいろいろちょっとあの試したんで、でこれはなんか尻尾からなんかネズミがまた影になったらどうなのかな
と思うとかで考えてたんですよ、うんうんうん、とかハードないとかで、はい、いろいろ考えましたんですけど、なるほど、こちらなかなか嫌いなものを、ね、デザインするっていう新しい試みですけれども、そういうのは、ね、江本さんどう思われますか。多分ジェンファンは感情じゃなくて情動の部分でデザインしようと。情動ですか。その感情と情動っていうのは違って、情動は感情の前の感情が生まれるのが何の感情かわからない状態、うん、感情のフィーリングで情動がどっちかというとエモーションに近いと思うんですけど、つまりその感情っていうのは情を感じるっていうことなんですけど、情を感じる以前に僕たちの情ってすでに動き始めていて、それが情動なんですか、うん、で、なんだろう、例えば吊り橋効果ってあるじゃないですか。なるほど、吊り橋に女の子と2人で行って、うんうんうん、ですごい怖い目にあったら、まあ、ドキドキしちゃう、うん、そのドキドキっていうのはもうすでに僕たちの情が動き始めてる証で、それは情動っていうんですけど、でもそこからその情をどういうふうに感じるかっていうのはちょっと任性があって、ある時はそれはあ、これドキドキしてる怖いんだって思う人もいるし、でも間違えちゃってなんか隣にいる女の子と好きになっちゃったんだって思って、そうするとその同じ心がドキドキするっていう、なんか僕もなんかドキドキってすごいドキドキして今この状態がもうまさにドキドキですよね全員ね。それをなんか好きだって思うか怖いかって思うところが感情の部分 でジェンファンはその多分ネズミを見た時すごいドキドキするんですよ。いやしない、逃げたいですね、うん、でそこのまあ何かしら身体的な反応が起こっちゃうところをまず見つめて、そこからマイナスのものをプラスに変換できるようにしたんじゃないかなっていうのが僕の感じです。なるほど、非常にこの番組ためになる番組ですね、はい、こちらのジャンパースカートは2万、こっちいくらっけ、値段まだ未定でございます、はい、でこちらのエレガントブラウスはですね、ピーチ、ブラック、パープルの3色展開となっておりまして2万8000円となっております。次の商品お願いします、はい、いやでも本当にジェニーファックスの真骨頂というか、最初からスクールガール風はやっておりますが、これはもうどうなんですか、得意な分野じゃないですか。いやじゃああれはちょっと、うん、なんか次のシーズン正直考えてて一緒やりたくて、であれは多分一体目かなと思ってて、なるほどなるほど、はい、って考えたんです。じゃ次のコレクションの1体目あれが出てくるかもね、なるかもね楽しみにしてましょう、はい、それでは、次の商品がやってきましたがまた事故が起こるはい、こちらはですね春夏にぴったりの T シャツの商品となっております、こちらはコットンコルセット T シャツと、こちらがコットンコルセット T シャツと、こちらがクリアーコルセット T シャツとなっております。どちらも2色展開がございまして、こちらはグリーンギンガムバージョンとブルーギンガムバージョンがございます。こちらはスキンコンビとイエローコンビバージョンがございます、こちらはですねなんか一つ前の2015年のね、SS シーズンの時のジェニーファックスの商品に子供服が前についたような商品がございましたが、それの発展系かなという感じのこういう小さい服のようなものが T シャツの前面についておりますが、これはジェファンどういうようなイメージですか。なんか細く見せたいだから、なんか銀眼チェックの部分すごい細く作って、でなんか通って見てたらなんかあっそうなんなるほど、はい、それでコルセットというイメージなんですね。なんで商品名にコルセットがついてるのかと私かなり謎だったんですけれども、謎が解けました。これはじゃあすごく遠目から見るとこれが腰だみたいなあー騙し絵風のですねなるほど、これを着てると、まあ、遠目から見ると確かに細く見えるかもしれないですね非常にお得な商品となっておりますが、じゃあいかがですか、はい、もう本当にまさしく可愛いし、もうなんかジェンファンのその喋るその喋り方自体がもうこの商品というかなんかすごく私はいつも大好きですね。このさっき のネズミもそうですけど、ちょっと小かわいいとか、うんうん、なんかジェンファンの持ってる独特なこの世界観がそのまま出てると思うんです。もうトレンド的にはもうチェックとかシャーリングとかトランスペアレントとかすごく出てるので、うん、非常にギャザーが本当にかわいくガーリーな雰囲気ですけど、うん、
の方あ、なるほど通訳の方は何かありますか。そうですね、はい、こういうなんか騙し風のことはちょっと江本さんに聞いてみたいな。なるほどなボールの投げ合いが行われてますがじゃあいかがですか。その騙し的なとこから言うと面白いですね。その着てる服っていうのが普通は自分の体っていうのを見せるために服を着るはずなのに、その自分の体を背景にしてしまう、そこで代わりにこの服が出るっていうのはすごい面白いなと思うんですけど、もう僕はちょっと思ってるのは、あのさっきあの昔のショーでもここら辺に子供服が載ってるような、はい、ありましたね、はい、でジェンファンにとってその服っていうのが普通のファッションデザイナーの人と捉え方が違ってるような気がして、その服の上にちょっと空間が載ってる気がするんです、うん、空間っていうのはつまり例えばこの床っていうのはそれは平面なんだけど、でも平面であると同時にその上にいろいろなものが載せて、床があるおかげでここは空間として成り立ってる、物をしまえる空間として成り立ってる感じがして、でもジェンファンにとって服っていうものがそういったここら辺に空間を作ってしまうようなものとして存在してるから、こういうふうに上に服を載せちゃったりだとか、さっきのネズミがそこに住んでたりとか、なんか一つの世界がここに出来上がってる気がするんですよね、うん、服の上に。それが僕はちょっと結構ジェンファンの服は面白いなと。そうですね、まあ、この通販番組のセット自体も、まあ、我々ちょっと軽く巻き込まれかけてますが、Jファンのこう世界観の中というか非常にそういうような、ね、雰囲気がございます。非常にお得な商品となっておりまして、こちら希望小売価格28,000円、どちらも28,000円となっております。それでは次の商品に行きたいと思います。じゃあね、あのちょっと紹介しそびれましたけれども、 T シャツの後ろにこう紐がついてますが、あれはどういう、一応なんかウエストで絞る。あーなるほど、うん、あの T シャツじゃあ後ろの紐でこうやってちょっと腰の調整ができるわけですね。できないあれじゃあ何ですか。じゃあ何ですか。飾り、飾りとなんか気持ちいい、気持ち、なるほど気持ちの問題ですね、はい、調整をしたいという、腰の調整をしたいという、はい、気持ちが背面に現れているという、なるほど、なかなか深遠なものですね、はい、それでは次の商品、はい、こちらのワンピースとなっております。可愛いですね、このベイビードール風のこちらの衣装はですね、サニーガーデンブラウスという商品名となっております。こちらはですね、あのこれから出てくる、たくさん出てくる、ワンピースと形が同じなんですけれども、一番こちらの商品の方が生地に張りがございまして一番広がる形となっておりますね。ベイビードール風のちょっとねロリータの雰囲気がする可愛らしい商品ですけれども、はい、こちらは次の商品もじゃあ出しましょうか、はい、こちらはですね生地と色違いの商品になるんですけれども、次に出てくるものがクラシックガーデンブラウスという商品になります。こちらですね、近くで見ると非常に光沢があって、キラキラしていてですね、非常に可愛らしい、ちょっとドレッシーな雰囲気もするようなワンピースですね。もうこれ1枚着るだけで主役級の雰囲気になるような、そういうようなものです。はい、じゃあどうぞ。こちら他のね、どこにもないこのワンピースですけれども、こちらはもう胸のあたりのギャザーが非常に印象的な、ワンピースですね。こちら他にも次にもね、どんどん4種類あるので出していきましょうか。ベビードールって言いますけど、なんか本当に今まさしくあのスレスレの、はい、もう本当に見えてしまうぐらいのギリギリの丈が一番パリコレの中でも出てます。あ、そうなんですね。じゃあトレンドの丈という、新鮮な、うん、着丈だと思います。さすがですね、トレンドも取り入れてるですね。でもなんかクールもちょっとなんかあ、空調をちょっと調整しろということでございます。はい、少し暑いぞと、はい、今ね、本当あのワンピース1枚着るだけで、まあ、なんか映画の主人公になるようなね、非常に印象的なワンピースですけれども、あれもジェンファンはどういうイメージで作ったんですか。あれなんかあの作ってる多分ベトナムの工場 で、はあ、でなんか多分コレクションの中一番早く出せないためのやつあって、で
すごい早いの好き出したんです。あんまり覚えてないあんまり覚えてないということですけれども、はい、そしてですね、こちらも実は同じ形のワンピースを上に、はい、かわいい上に着てます。こちらもですね、同じ形のワンピースですが、透ける形になっておりまして、このように下にいろいろなね、レイヤードで楽しむことができるワンピースになっております。またこちらの下の、ギンガムチェックのスカートはギンガムポンという商品名にたった先ほど決まったそうです。でこちらはですね、本当でしたらこういう、まあ、ここまであるワンピースの、ね、トップスがここまで本来あるんですが、これわざとずらして着ることに非常にジェンファンのこだわりがあるということで、こういうこの辺はどういう着こなしのポイントは、なんかあの時々あの、まあ、あのミキオもあのミキオもデザインのこととか相談して、であのジェンファンの部分は何ですかって聞いたら、なんかジェンファンすごいあのいじめの人で意地悪のねって言ってて、でだから、うん、じゃあそうなったらもっとなんかここじゃなくて本当にリボンはボンってここポンってこういう、はい、本当にポイントを隠す、あなるほど、隠すのワンピース作るかなと思って、はい、なるほど、はい、あこれはちょうどじゃあ乳首を隠すみたいな雰囲気をイメージしてるんですか、です、ね、はい、このリボンは、はい、なるほどそういういじめっていうことですか、テーマは、はい、そうこれはちょっとね精神的にかなり異常かなと思うんですけれども、いかがですかね元さん。いや難しいですはあ、ちょっと一度パスをしてます。なんか本当トランスペレントセクシーとかもっと胸がこう張り出た胸が出るとかなんですけど、下に着ているあれも商品ですよね。はい、こちらもですね、なんか胸がこう潰れたような感じになってるところがやっぱりなんかジェンファンの世界観で、逆にそのアンバランス感がなんかさっきの可愛いとか気持ち悪いとか子は可愛いとか、そのジェンファンのバランス感だと思うので、うん、そうですね、こちらの中のそうですね、こちらの中のブラトップもガールズブラトップといって、まあ、思春期の頃にね女の子がしていたような、うん、本当にこうちょっと甘酸っぱい気分になるブラトップもこちらも商品となっております。でこちらはギンガムポンの方はまだお値段決まっておりません。ワンピースの方はすべて3万7000円となっております。ありがとうございます。で最後にですね、同じ型の商品がございまして、こちらも、透ける形になっておりまして非常にセクシーですね。でこちらのポイントになっており、肩の部分にポイントになっておりますレイヤードされているこちらの商品が、エイリアンフラワーという名前の商品となっております。こちらのエイリアンフラワーはですね、ジェンファーがこう花をイメージして作ったということなんですが、はい、どういう花をイメージされたんですか。写真あるんですけど、はい、はい、切り取られてますね。いやなんかこれエンジンのやつあるだろう。なるほど、こういうこの花ですかイメージ。そうですね、はい、このこういう花が確かにここがねこういうふうになんかこうなんだろうと最初思ったんですけれども、確かにあのランの花のようなとか、はい、クラゲ、あとはですねこちらのクラゲ、こちらもイメージソースで。そうですね、はい、うん、なんか結構この感じのデザインも苦手で、なんかクラゲもあんまり好きじゃないです、はい、だからなんか挑戦してやってみるかなと思ったんですよ、ね、なるほどなるほど、これはもうジェンファーにとっての挑戦なんですね、はい、しかしこのなんかレイヤードの雰囲気っていうのは非常に可愛らしいですよね。うん、そうですね、もう生地にこれワイヤーが入ってるんですか、なんかすごく張り感があって、なんかあのとなんかプラスチックじゃないか、あのでプラスチックが入ってる、ニットの糸自体が硬い透明なものでできているので、ワイヤー入れてるわけではではないですか、張りのあるニットのこう張りがあってすごく可愛い。こちらの商品も、先ほどのワンピースシリーズと同じく3万7000円ですね。非常にお得な商品ですね。ありがとうございます。はい、質
通訳大丈夫ですか？時間が早すぎるか心配してた。あ、なるほど。それは通訳しなくて大丈夫です。はい、大丈夫ですね。はい、次の商品はこちらですね。ベイビーエイリアンというサマーカーディガンですね。サマーカーディガンになっております。こちらジェンファン曰く目玉ということで、お気に入り。あ、これじゃないです。これ違う。これ別にお気に入りじゃない。これの頭すごい好きです。はい、これの頭、頭。あ、これですね。ここにいっぱいありますけれども、これもネズミですか？そうですね。このネズミがこちらについているんですね。これはまた同じ理由ですかね。リズムネズミ。これ何ですか？これなんかインドネシア前に旅行ってて、でなんかマーケットあって、で、はい、超可愛いな、どう、超安いで超大量で買ったんですよ。あ、なるほど、はい、それで可愛いなということで、はい、ちょっとつけてみたと。それいつもなんか可愛いのもあったらすごい大量で買って、で、うん、またなんかコレクション使いたいなあって、はいはいはい、でも今まだ2つのアイテムしかできてないです。なるほど、2つのアイテムに、なるほど、これを使ったわけですよね。だたまたまですけどネズミなのかなと思って。あ、じゃあ時間ちょっと心配で強くないと思う。ネズミのエピソード入れてください。ネズミのエピソード一つお願いします。アントワープ、はい、マイク必要なんで近くで。近くで大丈夫、これ聞こえますね。アントワープが、まあ、学校行った時にアントワープって結構古い町なんで、うん、めっちゃネズミが出るんです。あ、そうなんですね。結構どの家にも穴が、まあ、あって、まあ、そんなに綺麗に作られてなくて、うん、古い家が多くて、で、まあ、僕らが住んでいたアパートにはものすごいネズミが出て、まあ、実際結構本当ドアから入ってくるんですよ。で、もうそれでネズミ取りとかやってて、まあ、なんとかカバーしたんですけど、はい、もうそれから大嫌いになって、なるほど、その後ネズミが出た時にもうジェンファンはもう耐えられなくて、ネズミがいる部屋に僕を閉じ込めてその部屋のドアをガムテープでぐるぐる巻きにして出れなくされたんです。最悪じゃないですか。ネズミを持ってくるまで出るなって言われて、夜中中僕ネズミをとと戦いやった思い出があるぐらいの作品だと思います。なるほど、そんな思い出がこのね、カーディガンに含まれてるんですね。結局これはネズミだったんですけど、これ多分ネズミと思うで、多分ネズミ、多分ネズミ。でもなんか尻尾はない、だから大丈夫か。尻尾が嫌いっていうのがもう根本的な、尻尾がないネズミはセーフ。あ、これはじゃあセーフな方の、はい、これはセーフな方ですね。かわいいです。なるほどなるほど。これはね、春とかのね、あと夏のクーラーで寒い時なんかに羽織るのにね、ちょうどいいですよね。じゃあいかがですか？そうですね、なんかみんな今オーバーサイズでもただビッグであればいいみたいなカーディガンが出てる中で、ジェンファンらしくてやっぱりかわいいです。はい、非常に可愛らしい商品ですね。でもう一つですね、このお気に入りのそのネズミの頭を使った商品があるということで、次お願いします。はい、こちらの T シャツにもですね、先ほどのエピソードにありました、ネズミが登場してます。はい、これはあれですかね、また印象的なこうレースがついておりますが、このレースはどういうような。ちょっとすみません、なんか友達来てるけど、マシコなんかぼーっとしてるです。マシコさんがぼーっとして見てるから真面目に見ろという今デザイナーさんからのコメントですね。はい、このレースはどういうようなイメージですか？これはなんかチーズで、チーズ、これはチーズ。はい、これこっち緑の部分ボディーがですか？ボディーがチーズ で彼女はなんかスライドみたいな、シューって、え、あ、スライド、スライダー、スライダー、階段って言ってたんですけど、はい、前は、あ、階段、スライダーになったのか分かんないですけど、こうイメージしてる。あ、なるほど。チーズとスライダーとネズミっていうのは、チーズとスライダーとネズミ、うん、あ、これはじゃあネズミの階段みたいなイメージで、うん、なるほど、うん、どうして階段がついてるんですか？なんかまた同じのマーケットもこのフリル超可愛いなと思って、また大量で買ったんで、でなんか使いたいなと思って、なんかちょっと
あの試したらなんかあれ階段っぽいね、なんかあのシンデレラみたいな、あ最高のなんか12時になってで走ってるの感じで、ネズミがね、はい、非常に非常にファンタジックなあの、ね、独創的なデザインですね。こちらのスカートはどういうイメージですか？これはちょっとあのなんかオリーブの雑誌とか、はい、なんかちょっとこれ小さいですね、すごく小さいですねなんかこれなんでこんなに小さいんですか？なんかすごい昔日本初めてなんか旅来てたんです、買って、はい、でなんかいつもなんかデザインとか書くの次すごいなんかね、見せるなんか見せたくないではないけど、うん、でも人からあのちょっとなんか何見てるとかすごい緊張なる、だからこれなったら誰も私見てること分かってね。なるほどこっそり見るためにこんな小さなものを、はい、あでえ待って、このオリーブとこのズボンの関係が全く今分かんなかったんですけどちょっと通訳してもらっていいですか？いやおそらくですけど、はい、おそらくで大丈夫です。こっそり見てるオリーブの中に出ていた、はい、パンツかなスカートかなにインスパイアされたってことを説明しようとしたんだと思う。なるほど、途中で終わったなるほどですね、はい、じゃあ、こちらの T シャツもまだ値段が未定ですかね？ああ、そう、ん？うん、書いてない書いてない、まだ未定ということですが、こちらのでも透け感のあるね、非常にレイヤードが楽しみなズボンですけれども、こちらのなんかレイヤードとかも今最近トレンドなんですよね。そうです、これで一つのピースになってるっていう。そうですね、はい、あ多分ね、これまた作ってるんですけど、また自分なんか太ってる分隠したいのまたそれがダメで、うん、スカートちょっとあったらなんかお尻そんなに気にしないなと思って。あ、なるほどなるほど、はい、作ったんですけど。なるほどなるほど、お尻の周りが確かにね、このスカートによってちょっとね、お尻の大きさがこう見えないような、ね、感じになりますもんね、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。それでは次の商品に行きましょうか。なかなか独創的すぎてなかなか難しいですね、こういう通販番組に初めてですね、こういう、はい、あこれはすごく可愛らしいコーディネートですね。こちら上に着ておりますブラトップの方が、カクテルブラトップ、こちらのワンピースが、バンブーレディとなっております。こちらのバンブーレディはですね、ところどころにこのようにスパンコールがあしらわれておりまして、後ろの方もいいですか、非常に可愛らしい一品となっております。こちらの丈がですね、刺繍されておりまして、はい、非常に可愛らしい商品となってます。こちらはあれですね、なんで丈をデザインされたんですか？なんか竹、なんか前多分なんか作ってたの柄で、でも夏月なんか犬の刺繍入ってて、でもちょっと今回違うかなと思って、なんか竹となんか蛇、蛇、これは蛇なんですね、蛇、はい、で作ってたんで、はい、なんで蛇が、なんか竹イコール蛇じゃないですか？いやちょっと難しいですね。竹イコールヘビ、なんか竹あったらヘビ絶対いるの感じあって、あイメージで、うん、色出てくる、竹やぶに出てきそうみたいなことですかね、きっと、うん、なるほど、それでヘビが、はい、いかがですか？いや、なんでしょうね、ちょっとすごいフロイト的な精神分析かかってみてほしい精神分析にかかってみてほしいでもその竹が服に生えてるっていうのが結構やっぱり空間的ですよね、一つの大地になってるというか、そういうところがあって、やっぱり蛇も住んでるみたいな感じがあって、あのやっぱりジェンファンの服っていうのは一つのなんか生物が住むべき生態系みたいなところになってるんだろうなと思います。こちらのコーディネートはいかがですか？もうレイヤードで可愛いですし、もう独特な世界観と色使いですよね、はい、この色使いに絶対こういう感覚って出ないと思う、ジェンファンならではだと思う、なるほど、うん、こ
ちらのブラトップは色違いがあるんですかね。ないないです。ないです、うん、こちらがもっとデザイン考えてるの好きも、もっとまとめしたいけど、うん、もなかなかできないんで、でなんかあの普段喋ってるも一緒で、なんかこの子と喋りたいけど、でもまたあこれ見た、この3つあるねみたいな感じで、すごいあのこと会話でなんかね、会話も何か喋りたいことがあって話し始めても全然違う話が入ってきたら全然違う風になってしまうので、もともとしたいところのゴールにたどり着けないっていうことがデザインにも出てると。なるほど、さすがですね。名通訳が。はい、なるほど、非常に面白いですね、そのコンセプト。そういうような服の作り方っていうのはどうなんですか、デザイナーとして皆さんそういう風で作ってたりするんですか。そうですね、まあもともとテーマとコンセプトがあるのは普通なんですけど、うん、まあ、テーマとコンセプトがあるのは普通なんですけど、そのゴールにたどり着いてしまうだけだとやはりつまらないものが、うん、大概つまらなくなってしまうんですけど、ゴールに行かないで何か新しいものが生まれてくるっていうのは結構クリエーションにとっては大事な、うん、まあ、ある意味こう予定調和ではないものをこうファッションとして楽しんでるという、そういうことでよろしかったでしょうか。まさにそうです。なるほど、さすがですね。はい、それでは、実は次でですね、最後の商品となるんですが、最後の商品にじゃあ行きましょうか。はい、でただいまのですね、バンブーレイディは38,000円、カクテルブラトップは26,000円となっております。じゃあ次の商品お願いします。こちらは、上にあります赤いものが マウジーですか。マウジーマウジ ー, マウジー、はい。で、下に履いておりますズボンの方がストレンジフラワーというタイトルになっております。こちら非常にですね、お花のようなイメージでエレガントなモードな雰囲気ですけれども、こちらはですね、またたくさんのネズミが、いますね。実はこれはですね、ワンピースになっておりまして、ここら辺まであるね、長いネズミがいっぱいついているワンピースになっております。こちらはこうね、ジェンファンはなかなかこのデザインはチャレンジだということをおっしゃっておりましたが、いかがですか。なんかやっぱりネズミすごいいっぱい使ってたら、なんかネズミちょっとね怖くないなったんですよ。お、昨日夜はなんか中のすごい大きいネズミ見てて、うん、なんか怖かったんけど、うん、ともなんかあれ大丈夫かもなって。お、ここまでいろいろデザインに組み込むことによって、はい、乗り越えたと。ちょっとね、はい、おあ、はい。それで、で、はい、なんか実は本来すごいあのシンプルなものを作りたいですよ。でもまたさっきあの説明の感じで、あのの問題でいつもなんかシンプルできないで、うん、でなんか自分的にもすごいあのモードとかもっとエレガンは、うん、大人っぽいはチャレンジしたいあって、うん、で、うん、なんかちょっとなんか買いたいなと思ったんです。なるほど、うん、ではもうこれはじゃあ今までのジェニーファックスとは違うちょっとチャレンジだったということですね。そうですね、なんかやっぱり日本住んでたあの月はやっぱりあの、うん、ストリートはすごいあの影響あって、うん、でもアンファーブ住んでるの月もすごいなんかドレーピングとかすごい好きで、うんうん、でなんかそう、でも住んでるところによっての影響が大きいと。そうですね、なるほどなるほど、はい、これはいかがですか。モードというふうのを意識したというふうにおっしゃってますが、なんか売れるか売れないかって言ってすごく微妙なとこかもしれないですけど。そうですね、うちのお店は絶対売れますね。お、なるほど。それはどういう売れる売れないっていうのはどういうものなんですか、判断は。なんて言ったらいいでしょう、このジェンファーの持ってるその独特なその怖くて可愛くてっていう、うん、この世界観を大人の女性が逆にすごく楽しんで来てくださるっていうのかな。シャネルとかそういう有名ブランドではないその発想とかある部分、めちゃくちゃな部分とか、うん、そういうところがなんかすごく面白い、だからいつも買い付けしてしまうっていう。なるほど、な感じですね。どこにもないデザインですよ ね、こちらは。この発想もないし、はい、うん、やっぱり絶対これはうちのお客様喜んで買ってくださるなっていう感じしますね。なるほどなるほど、いかがですか、
あ、僕ですか、はい、いや、はい、そうですね、いや、 やっぱりこれもネズミが住んでるなっていうのはパッと見で思ったんですけど、良かったですね、ネズミが好きに良かった良かった良かったですね、本当に。ジェンファンは結構暗い感情を排除しないじゃないですか、ファッションの作り、取り除く、うん、リムーブしないというか、で多分それはその今嫌いだと思ってたものが一度浄土の深いところまで潜っていってちょっと好きになっちゃったように、そこを初めから取り除いてたら多分強いものっていうのが生まれなくって、自分が感じてるものはプラスもマイナスも全部丸ごと込めていかないと本当にその強い力っていうか生まれないのかもしれないなってちょっと今日聞いて思いました。なるほど、通訳をします。はい、で次の商品を、はい、お願いします。こちらはですね、こちらのマウジーは、値段がちょっとよく見えませんね。はい、こちらの商品、ズボンの商品の方は5万6000円となっています。またこちらはですね、色違いの方で、バッドジャンプスーツとなっております。可愛らしいですね。こちらはピンクで全く印象が違いますけれども、こちらもまたお花とかエレガントなモードをイメージしたものですか？形実一緒で、でなんかこっちはなんかお花とかついてるとか、とここはちょっとなんかちょっとディテールすごい好きだから、ディテールとかこれとかこの花、面白い、はい、そうなんかお花みたいな感じ、うん、花の弁みたいな感じですね。はい、でなんかピンクの方はちょっとなんか作業着、うん、作業着ですね、の作業着風の、はい、こちらのジッパーがついていて、ちょっとね作業着っぽい雰囲気もありますね。ちょっとシンプルの感じでやりたいかなと思って、うん、なるほどなるほど。こちらも後ろの方はシンプルな感じですね。はい、可愛いですね。こちらもじゃあポケットのあたりとかも非常にお花みたいな雰囲気になってますけど、はい、でも色違いということでとか、もし、はい、もっとシンプルしたいなったらこれはなんかしまえる、あ、うん、なるほど、これを中にしまっても着れるということですね、はいはあ、なるほどなるほど、はい、こちらの商品も5万6000円となっております。はい、ということでこれでですね、すべての今シーズンの商品の紹介が終わったというところなんですけれども、どうでしたかジェンファン今回のシーズンは。次もっと頑張りたいかな次もっと頑張りたい、はいはい、なんか次のアイディアとかまだあるんですか？まだないですか？あ、決まったんです。もう決まった。おー、すごいですね。ショーの会場も決めてて。なるほどもうそんなに準備が進んでるんだ。まだ募金してないけど、はい、でもあれはやりたいなともあるです。なるほど、なんか嫌な予感がすごいしますねなんか絶対嫌なこと、なんか変なこと企んでそうな顔してますけれど、もうちょっとまたこの通販番組があるかどうかはちょっとわからないですけれども、こちらそろそろね告知のお時間となってまいりました。それではどうですかね、湯沢さん何か告知事項ございますか？はい、銀座の東急プラザの3階でコンセントという場をやってるんですけど、そこで今三京坂部10周年展、1回目からもう本当にベルギー大使、パリのベルギー大使館でプレゼンをした時から買い付けてまして、その10周年展をやってますので、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。はい、そして江本さんは、あ、じゃあ、今のところあまり告知することはないんですけど、普段結構いろいろなところで講座とかしていて、で一番講座するところをNOTH っていうところがあって NOTH.jp で調べたら、物理学の講座とか数学の講座とか活版の講座とかいろいろな雑多な講座があるところなんですけど、うん、何か気になった方がいらっしゃったらぜひいらしてください。それでですね、本日のこのすべての商品はですね、10月の29、30日に行われます原宿ロケットにて、12時から20時まで行われますジェニーファックスの受注展示会にてすべての商品がご予約できます。ぜひこの2日間だけなので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。それでは本日、ファーチャンネルもこの辺りでお開きとなります。皆様、お付き合いありがとうございました。また来シーズンもお楽しみに。
。